マツダ一家のドアはいつも開けっぱなし。皆さんこんにちは、俺たち五代名です。このラジオ番組は松田一家に集まるアーティストが週替わりでお送りするラジオ番組です。はい、では今日は早速企画に移りましょうかね。はい、お願いします。松田一家のおすすめスポット、パワースポット編、本日はどなたが紹介しますか？はい、今回は僕が紹介します。おー、クラマの企画ですね。ではお願いします。はい、了解。今回紹介するおすすめスポットは亀戸横丁です。亀戸横丁って、あの亀戸餃子の近くにある居酒屋とかいっぱいあるとこじゃねえのか。さすが同心、よく知ってるね。クラマさん、それじゃグルメ編と変わらないんじゃないですか？ノンノンノン、バイゲン、それは違うよ。ここは確かに美味しいものがいっぱいあるけど、それだけじゃないんだよね。だいぶイラッとするな。だいぶイラッとするけど、とりあえず聞くか。そうですね。この亀戸横丁さんには全部で14店舗のお店が入ってるんだけどね。居酒屋さんはもちろんとして、その他にもいろり料理、肉料理、日本の家庭料理、薬膳料理、ラーメン、メキシコ、フィリピン、インド、ネパール料理といろいろな、ね、料理があるんだよね。そんなね、いろんな人たちと楽しめるところなんだよね。なるほど、お酒を飲んで美味しいものを食べれば、自然と知らない人同士でも会話が弾むと。そうですよね。なんだか自然とみんなから元気をもらえそうですよね。そうなんだよね。さらに亀戸横丁さんではお店同士でもね、協力し合ってて、自分のお店じゃないところのお店にも出前形式で注文ができてね、自分のお気に入りの味を分かち合うことができるようになってるんだよ。なるほどな。じゃあ、 あの他の店に行ったりする手間も省けたりするんだな。いいね、いいね。ね、ちなみにクラマのおすすめの店とかあんのか？全部、間違えた、はい、まあまあまあ、そう言うと思いましたよ。ってことで、自分がちょっといいお店知ってるんで紹介させていただきます。お願い。酒飲めないのにタケル、行くんですか？まあ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 、さっきのクラマの兄貴が言うようにですね、こちらには14ものお店が入ってるんですね。で、自分が気になったお店がその中のラーメン屋さんです。そこは薬膳ラーメンドラゴンさんです。あー、いいね、タケル、ナイスチョイスだよ。ありがとうございます。気になりますね、ちょっと、薬膳料理となると、まあ、抵抗の出る人もいるかもしれませんけども、ラーメンでしたらね、誰でも食べられそうですもんね。どんなラーメンだったんですか？はい、自分が食べたのはプラチナドラゴンというラーメンに半ライス、餃子をつけたランチセット B を注文しました。いいね。ラーメンは変わった麺で、なんと4食の麺になっていました。4食、はい、なんだ、一本一本になんか練り込まれてたりするのか？そうなんですよ。赤い麺には唐辛子、緑はほうれん草、黄色はウコン、紫は紫芋が練り込まれているようですね。赤色の麺だけちょっと食べてみたりしたんですけど、別に辛くもなくて全然癖もなく美味しく食べれました。で、柔らかめな麺なんだけど、それぞれ違った歯ごたえがあったりして、またそれがいいんだよね。でもってね、あのここはスープがすごいんだよね。鶏とか使わないであっさりしててコクのあるスープになってて、これがまたこの麺の美味しさをね、こうさらにさらに際立たせてくれるんだよね。それでもってスープはノンカロリーっていうのが驚きなんだよ。全く素晴らしいですね。そうでしょ、体によくてさらにノンカロリー、まさに女性の味方ですね。そうなんですよ。さらに餃子なんですけど、ニンニクを使っていないですが、しっかり味がついて美味しくてですね、とても嬉しい。超ビッグサイズなんだ ね、 これがね、一つで普通の餃子2個分あるんじゃないかってね、そんぐらいあるよね。肉汁もたっぷりでね、もうね、たまんないんだよ。たまんないんだよ。美味しさと人々の元気で満ち溢れている亀戸横丁さんに皆さんもぜひ行ってみてください。紹介したドラゴンラーメンさんは、ランチの時間もやっています。営業時間はお昼の12時から14時までと、17時から、21時まで、ね、定休日は不定休で、ツイッターで告知しているみたいだから、よく確認してみてください。はい、お願いします。以上、松田一家のおすすめスポット、パワースポット編でございました。はい、クラマさん、タクラ、ありがとうございました。グルメ編じゃおっと、素晴らしい、これはグルメ編じゃ。まあまあまあ、どうし、何気、いいじゃないですか。まあ、そうで、そうで、どうし、聞いて聞いて、どうし、なんだよ、食は元気の源、ね、美味しいものを食べて元気になる、
美味しい食べ物のお店でパワー、うん、まあ、落ち着いて落ち着いてください。興奮しすぎじゃないですか。もう一回行ってみよう。美味しい食べ物のお店がパワースポットでなくてね、なんだって言うんですか、うん、もういいまあでも気持ちは気持ちは伝わりましたよ、うん、気持ちはね、気持ち伝わってくれた、うん、ありがとう、うん、でもね、タケルもね、よくこんな素敵なお店知ってましたね、はい、あ、いや、まあ、たまたま気になって食べに行ったことがあっただけなんですよ、まあ、たまたまだったとしても、うん、いいお店を紹介してくださいましたね。あ、いやいや、健康志向でノンカロリー、そして美味しいというお店はね、やはり女性が好むものですよ。へえ、そういうもんなんですか。はい、このようなね、お店、うん、おしゃれなお店、はい、女性が好みそうなお店をすぐ言えるようになればね、たける、うん、あなたももう少しモテるかもしれませんよ。え、マジっすか。はい、もしかしたらバレンタインにチョコももらえるかもしれませんよ。え、母親とか親戚のおばあちゃん以外の人からですか。そうです。本当ですか。ですからね、いろいろとね調べておきなさい。そしてまとめたものを一度私に見せなさい。え、なんでですか。うん、なん、あの、それはあれですよ、あの、たけるがねちゃんとね良いお店を調べているか確認するためですよ。間違ったお店を選択して失敗するたけるの姿なんて私は見たくありません。あれ絶対ただ調べさせたいだけだよね。ああ、ずるい男だよ。え、そんなことないですよ。来年の兄貴、俺一生兄貴についてくっす。ああ、たけるかわいそう。まあ、騙されるタケルもタケルだけどね。まあまあそうだな、結局タケルが残念ということだな、うん、残念だ。お二人ともすごい締め方しますね。よし、このままの勢いで次の企画に移りましょう。五大名カルタを考えようのコーナーです。先月の企画の続きだね。はい、お正月は過ぎてしまいましたが、うん、カルタ遊びならいつでもできると思いますし、来年のお正月には完成させておきたいですからね。来年はさすがに気が早いんじゃないですか。いやいやいや、もしかしたらこのカルタの完成を待ってくれている人がいるかもしれませんからね、うん、頑張って考えていきましょう。そうだな。はい、で今日はどっからだっけ。はい、前回コまで考えたので、今日はさから考えていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、さそう、思いついた。ただね、これね、ライゲンとクラマをねちょっとね、はい、協力させるからね、はい、ちょっとつないどいて、ね、最近よく聞く言葉なんですけどね、まあ3人で今考えてるとか、年何日の考えてる、はい、感じでございますからね。はい、ぜひ楽しみにご期待ください。いいよ、早い、さすがですね。了解しました。じゃあ合図いっちゃっていいですか。いきますよ。じゃ3人でさ、お願いします。さみだれ好き、三段好き、三段バラ。バカバカ来ましたね。来たね、来たよ。お前は腹張りすぎて三段どころじゃねえ。本当にトゥルンとしてる。いや、まあ、あの三段バラといえば、あの、はい、ほら、あの豚の料理、韓国料理かなんかであったよね、はい、あれなんだっけ、あら、サムゲタン。それは鳥だろうが、サムゲタンは。サムゲタンじゃない、なんだっけ。もういいよ、もう喋んな、お前は。もう喋んな、ラジオだけども。喋っちゃダメなの。サンダンバラとサムギョプサル、サムギョプサルって言いたかったんですか。そうそう、それだ、それ。なんだかんだ、もうやめろやめろ、グルメ編になっとる。本当ですよね。もうこれ、今、もうカルタ考えていきましょう。そうだよ。はい、うん、じゃあ、いきます。じゃあ、次いきましょう。し、うん、しですね。し、何かありますかね。なければ、俺言っていいですか。お、たけるでますか。いいですか、いいですか。じゃあ、し、行かせていただきます。はいはい。新宿、ルイド K4 でライブ。2月11日、ドリパホライブあるよ。みんな、来てねお願いしまーす。番宣か。どうすんですか、これ、LINE で使えないじゃないですか。いや、そんなことないですよ。その2月11日はどこが別ですか、うん、あ、別か。そうです。なるほどね。新宿ルイド K4 でライブっていうここまでです。はい、ここまで。もう最悪、それから2月11日、毎年ライブやる。無茶がある。単独でやる羽目になる。いや、まあ、とりあえず集まれる人間で集まってみたいな。取れるかわからないのに。まあ、そうですけどね。まあ、早めに押さえておきましょうってところで。はい、じゃあ次行きましょう。すですね。はい、じゃあ私行きましょうか。いいね。はいですね。じゃあすお願いします。住みよい町亀戸で活動中。ああ、そうですね、そうですね。売るね、売るね、この感じ。五代感出てます。スリスリするね。スリスリした感じ。大事ですからね。大事ですね、こういうのも。五代感出てますね、本当に。じゃあもうどんどん行っちゃいますか。どんどん行こうか。じゃあ次は何だ。せ、せ、せですかね。じゃあせ、せはありますか。こんな感じ難しいの。僕が行こうかな。お、これもちょっとかっこよくいくよ。お、いいね。ちょっとここでね、まともなの出しとかないとね。そうですね、バシッと頼みますよ。じゃあクラマの日からせお願いします。せいぜいあの世で後悔するこするといいよ。噛んじゃった、うん、まあ噛んじゃったけどな、うん、まあまあまあでも、まあ、そうですね、うん、クラマさんらしからぬかっこよさが、うんうん、かっこいい感じになってね。ありがとう、うん、じゃあこれ続けて俺もそう言っちゃう。あ、本当ですか。もう、うん、もうですか。じゃあどうする、何気そうお願いします。そうだな。相槌会話してんだけど、カルタカルタってそれが通じゃないですかね。順番に来るわけじゃないですからね。ルールとかでも大体合うだろ。そうだな。
どういうこと？新宿ルイド警報でライブ。そうだ。汎用性が高いですね。なるほど。そういうもんじゃないから、でも。そういうもんじゃないですから。汎用性とか、そういうの、どこで出てきても、そうだな。でも俺っぽいだろ。そうっすね。初めてやった人とかびっくりするけど。ちょっとコンボボーナスみたいなのが欲しいですね、これ。そう、そうだな、合うやつ。連続で取ったら、プラス何パーセントみたいな。2倍。あの前回、あと色つながって、なんか全部揃ったら10ポイントみたいな。うん、ありましたね、その新ルール。カルタ新ルール。それでなんかあったら面白いですね。まあ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 、じゃあ、そうだな。そうだな。同志の兄貴の絵ですね、完全に。そうだな。じゃあちょっと横向きながら、そうだな。そうだな。オッケー、じゃあ次行きましょう。じゃあタですね。タタ、なんかありますかね。タタタタタ、あ、行きます。なんだよ、じゃあもう順番に順番に行きますか。年のコーナー、年のコーナー、了解です。じゃあ3人でタお願いします。タケル、ゴミ捨てといて。タケル、ご飯まだ。タケル、まだホコリが残ってるじゃないですか。シンデレラか。そうだな。ここで使う、ますぎますよ、それ。それ使い上手だな。ただシンデレラではない。うん、シンデレラではないですか。ちょっと夢見すぎです、ね。そう、魔法使い来ないですか。魔法使い来ない。かぼちゃの靴を言う。何？糖度高めのかぼちゃの靴を言う。歩くたびにぐちゃぐちゃになっちゃう。嫌ですよ。開ける。食べ物を粗末にするんじゃありません。そこでも怒られてんの俺。さすがにそのかぼちゃは僕食えないね。空気あったんすか。何考えてるんですか。もう分かります。もうなんかもう怒られてばっかだから次行きます。次行くの。チーいきます。チー、はい、チーお願いします。じゃあチー私いきましょうか。おお、じゃあラケンの兄貴チーお願いします。緻密な私の作戦にかかる。タケル、一人で突っ込まないの。待って、また怒られてるの。でも確かにこれ五代官出てきた。ありましたね。いつもそう、いつもそう。ちょっと文字だわ。なんか長いからちょっとうずうずしちゃっていっちゃうんですよね。長いから。長いから。作戦を長いから。そこ作戦でしょ。作戦。結局あれだよな、お前の作戦通りに行ったことないな。そうなんですよね。大体タケルがいつも勝手に突っ込んでっちゃうから。まあそうっすね。でもあれもどうかと思うよ。お前の作戦の合間。あのお色直し。いらないでしょ。やってない。俺らやってないもんな。そうですね。やってないんですか。お前一人でやってるだけだ。え、嘘でしょ。やるわけねえだろ。なんだあのお色直し。いきなり始めますね、いつも。その分僕らが働くっていうね。そうです。いやでも直さないと集中できないから。うん、まあいいんじゃないですかね。やんなくて雑に。まあやりたい人はやればいいんじゃないですか。やりたい人がやればいいんじゃないかな。そうだなみたいな。そうだな。はい、ということで、納得いかない。あとでちょっと話し合いましょう。じゃあ次行きましょう。2ですかね、2か。これ僕の経験談いきます。何かあるんですかね。じゃあ黒間の兄貴、じゃあ2お願いします。杖じゃないよ、尺状だよ。気持ちこもってるでしょ。これなんかあのなんか松田さんからたまに聞くような感じですか。よく言われるのよね。杖じゃないって武器の尺状だって言ってる。これは杖は尺状だよみたいな。尺状だよ。いつも怒ってるあの感じが出たんですね。うん、そうそう。あ、なるほど。体験談入れてみました。じゃあね、俺手いくわ。おお、もうなるほど。思いついた。じゃあどうしよう、何切ってお願いします。てっきり杖だと思った。なんかまたその代弁ですか。つなげた。お遍路さんだと思った。だからもう一回言いますけど、つなげるゲームじゃないですからね、今。会話しないでください。会話しないでください。でも5代感あるじゃん。5代感あるけど、さっきの相談なほど汎用性はありませんよ。そうですね。まあまあまあ。何の話ですか。だからここつなげたらすげえポイント。まあそうです、ポイント高いみたいな感じで。5代感というよりドリパホ感っていうんですかね、これは。なんていうんですかね。さらにじゃあ10ポイントですか、これも。うん、10ポイントでしょ。なかなかポイントになる。つながったら10ポイントね。だからつながるとかつながらないとかそういうゲームじゃないよ。だから杖じゃないよ、尺状だよ、てっきり杖だと思った、そうだな。これマックスコンボ30ポイントみたいな。うん、新しいのこれすごいな。ちょっとルールも厳密に決めていかないと。そうですね、それも出来上がってからにしましょうか。じゃあ今日はじゃあ最後「と」で締めましょう。今日は「と」とはあれしかないだろ。あれ、そうですよね。濁点つける感じですか。ですよ、ですよ、ですよ。みんなで行くぞ。せーのでいきましょう。はい。せーの。ドリパホ大好き。ありがとうございます。ありがとうございます。最後締めて。いい感じになりました。ありがとうございました。すぐ締める。それでは時間になりましたので、ラジオの兄貴、いつものよろしくお願いいたします。はい、了解しました。このラジオへのご意見、ご感想、励ましのお言葉は、matsuda-ikka@atosuto
suga.com 松田一家アットマークアトスタドットコムまでお願いいたします。はい、あと我々五大名やドリパホの出演情報なども分かる五大名ブログも頑張って更新しております。検索方法はインターネットで五大名と検索してね。五大名の五の字は漢数字ではなく守るって方の漢字なんで、お間違いのないように、はい、お願いいたします。皆さんもよろしかったらね、あのカルタなんか思いついたら、あのさっきのね、あのアドレスに送ってください。よろしくお願いします。では今週のお相手は我々五大名でございました。次回はコズミックドローさんです。ぜひ聞いてください。それではまたお会いいたしましょう。これにて失礼。